めちゃめちゃ雰囲気いいな、このゲーム。なんだこの音楽と、このドット感、そしてこの世界観。一目惚れでやっていきます。ワールド4-2。二人のための世界か。直訳。まあ、やっていきましょうか。おっと、真逆の近代。すげえな。技術がすげえ発展してる感じがする。そしてアインシュタインみたいな博士がいる。足細。そして、机じゃねえや。床なんでこんな綺麗なんだ。完全にワックスベタベタにやってるだろう、うん。何かが生まれた。なんだ、ロボットか。ロボット誕生の瞬間だな、ここは。ん？これが俺かな？どっちが俺だろうな。てんてんてん。ここはどこでしょうか？私は一体。向こうに男性が見えますね。あの方なら何か知っているかもしれません。俺だ。これが俺。おっと、走れる。なかなかの機動力。おい博士、ここはどこだい？やったぞ。アンドロイドを作ることに成功した。これで次の研究へ進むことができるぞ。おっと、すまない、つい興奮してしまった。私はこの研究所で生命にすげえ研究をしているものだ。そして君を作ったのも私だ。早速で悪いが頼み事を聞いてほしい。外に行って装置から自然エネルギーを取ってきてほしい。外へ行くには左にあるエレベーターを使ってくれ。ではよろしく頼む。いや、早いな、博士。博士。私はなぜ私を作ったんですか？そして私は誰です？私は本当にアンドロイドなんでしょうか？まあ、ひとまず言われた通り、外で装置を探しに行きましょう。博士は何も答えてくれない。何のために私を作ったのか。聞いたら答えてくれるかな？博士。外に行って、装置から自然エネルギーを取ってきてほしい。外へ行くには左にあるエレベーターを使ってくれ。では、よろしく頼むよ。ロボットなのかもしれない。私がアンドロイド。彼がロボットなのかもしれないな。生命はもう滅びているのかもしれない。そんな気がする。荒廃してる。ここが外の世界。近くからは生体反応が感じられません。この世界に何かあったんでしょうか。現実味を帯びてきたな。そしてすげえ綺麗だな。やっぱり水が何の濁りもない。鏡と同じじゃん。でもあれか、透き通った水ほどプランクトンがいないとかよく言うよな。ってことはやっぱ本当に生体エネルギーがないんだ。あっと、これか。生体反応がないんだろうな、ここら辺は。あの方が言っていた装置はこれのことでしょうか。しかし、何も反応がありませんね。一度戻ってみて、あの方に伝えてみましょう。いや、すごい。ちょっと背景も動いてんな。でもなんか荒廃してるけど、世界は綺麗な感じがするな。いい日だ。よし、博士。なんか壊れてたけど、多分あれ。ん？どうした？装置はあったけど反応がないのか。それは困ったな。直してくれ、博士。よし、少し待っててくれ。さすがだ。足細い。でもあれだな、アンドロイドの私も足細いな。そしてこの床すげえ滑りそうだけど大丈夫か、博士。ツルツルじゃなかろうか。足腰弱いから多分転んだら一発退場だぞ、きっと。待たせたな。これを装置に使ってみてくれ。星の火スターファイヤー。どういうこと？これを使えば戻るってこと？あの装置の活動が。すげえな、博士。そんな、見ずにわかるんだ。この装置の故障箇所。うん、使いましたと。すげえ。さすが博士。ん？星が出てきた。星6つぐらい出てきたな。8つぐらいか。ゲット！ 8 個。ん？これでいいのかな？おっと、日が沈んでいる。夜になるな。夜の世界は危険なんだろう。おっと、夕焼け！なんという綺麗さ。すげえ。
ゆうや、ん、なにこれ。メニュー、メニュー出てたした今。メニュー。ブック、オプション、ムーブ、アイテム。ブック。なんだこれ。これよくわかんねえな。ブックとアイテム持ってません。と、ムーブ。なんだこれ。沼地。まさか。移動できる。なんだこれ。すげえな。あれ、もう一個。オプション。あ、オプションは普通のあれか。よくあるオプションか。博士、改善されました。さすがですね。おお、無事に自然エネルギーを取ってきてくれたか。ありがとう。いきなり頼み事をしてすまない。先に確かめたいことがあってな。そういえばなぜ君を作ったか話していなかったな。はい。なんで私は作られたんでしょうか。信じられないかもしれないが、この世界は死に向かっている。だいぶ昔の話だが、ある日突然大洪水が発生し、あらゆる生物が次々に死んでいった。私は運よく生き延びることができたが、おそらく人間の生き残りは私が最後の一人だろう。マジかよ。私はこの世界で好きな、私はこの世界が好きでな。世界を救うべく新たな生命を作ろうとしているところだ。あ、それで作ったんだ、博士。私のこと。しかし私一人ではいろいろ限界が来てな。そこで君を作ったんだ。私と君の二人でこの世界を救おうじゃないか。そうですね、博士。なんてな。ははは。でもあれだな。博士一人しか人間がいないなら人間はもう滅びるな。まあでもそれもわかんないか。博士の DNA から人間が複製できるかもしれないしな。それじゃあ早速生命作りに取り掛かろう。まずは左にある装置に自然エネルギーを使って人工 DNA を2つ作ってくれ。大洪水ですか。生命反応がなかったのはそのせいですね。この方はたった一人で世界を救おうとしている。私はこの方の助けにならないといけない。なぜかわかりませんが、そんな気がします。従順ですね。私も。私にできることはやってみましょう。まずは左にある装置で人工 DNA を2つ作りましょう。いや、 BGM マジでいいな、これ。なんだこの BGM、 すげえいい。これかな。この装置で作るの DNA 生成。原始生命体の DNA。 テロメアかな。あれ、テロメアじゃねえか。テロメアは切っても切ってもなんか分裂するやつだっけ。作りました、博士。 DNA、 人工 DNA を作れたようだな。しかし人工、2つか、すいませんね、何も聞いてなかったわ。もう1個ですね。なんか今後のことも踏まえてなんかたくさん作っとくか。2つならず、なんだ、4つ、4つい作るか。4つい作ります。これでもう博士も言うことなしでしょうよ。はい、博士、たくさん作りましたぜ。持っているな。いや、8個持っております。では次は人工 DNA を使って生命を作ろう。右にでかい装置。でかいとか言うんだ、博士。なんかあの年なら巨大なとかさ、堅牢なとかさ。堅牢はちげえか。まあいい。このでかい装置は手前にあるコンピューターから操作することができる。この装置に人工 DNA を使って生命を作ってみよう。すげえ、生命創造。神の所業ぞ、そんなの。これかな？なるほど。創造。すげえ。これで生命ができる。神に等しい。気持ち悪い。アメーバ。アメーバができました。第一となる生命の創造に成功しました。成功しやっしゃ。これであれか。地球、いや、今の荒れた世界に生命をうじゃうじゃにするってことかい。博士。博士、できました、アメーバ。気持ち悪かったです。やった、やったぞ。生命の創造に成功だ。君のおかげだ、本当にありがとう。いや、私、あれ取ってきただけですけどね、博士。博士が取ってくればよかったんじゃない？だが、生物が今の、博士、外出たら死んじゃうとかあるのかな？
生物は外に送っておいたので様子を見てきてくれないか。あ、うん？でも洪水だよな。洪水で滅んだんだから、まあよくわかんねえな。あ、思うところがあるのかもしれない。すまない、私の嘘を許しておくれ。本当のことを話すと君は人間を愚かだと思うかもしれない。しかしそのような人間ばかりではない。君には分け隔てなく人間を知っていてほしい。君は人類の希望なのだからな。核っぽいですね。夜、そしてアメーバいる。いや、なんか物語の真相がちょっとちらっと垣間見えたな。これなんだ、これどうすればいいんだ、これ。生物は生命活動を行っています。博士に伝えに行きましょう。ああ、いいじゃんいいじゃん。てかなんで浮いてんだアメーバが。アメーバって浮くっけ。浮かないよな。アメーバってなんか水の中にいるよな。まあいいか。アメーバが浮く世界線なんだろう、ここは。博士、アメーバ浮いてました。なんかプカプカ。おお、生物は無事だったか。なるほど、新しい生命は今の環境に適応できているのか。やっぱあれだな、なんか外の環境やばそうだな。まるで世代交代だな。進化のためにはそれも必要か。おっと、独り言だった今。結構な音量で喋ってたよ博士。よし、この調子で次の生物を作ろう。よし、どんどん作るぞ。まず DNA が必要となるのだが、先ほどの生物から DNA を採取できるはずだ。生物から DNA を外にいるアメーバから取れるんだ。なるほどね。あ、そうやってどんどん DNA をかけてかけて掛け合わせていくんだ。アメーバどこだ。お、なんか、あ、これあるじゃん。自然エネルギー。あ、これ欲しいな。これどうやって取るんだろうな。博士にまた作ってもらわなきゃいけん。てか、アメーバいた。えい、DNA ちょうだい。生物の DNA を採取するには、DNA 構造を理解する必要があります。急に難しいこと言われてもな。DNA 構造なんて知らんよ。な、ん？なんだこれ。結合。ん？うわ、そういうことか。選べってことか。ん？でもなんか感覚これだよな。感覚これです。感覚でいく派。あ、これっぽいな。じゃあなんか赤と青なんか分かれてる、綺麗に。やったぜ。ん？ハート、うまくいきました。よかったです。これで DNA が採取できるはずですと。採取しようぞ。アメーバの DNA ゲット。やったぜ。これ何個も、ん？ハート減ってないか？なんだ？ハート。俺ハート減ってる。え、これどうなる？全部だったら。怖いな、ちょっとやめとくか。てかあれだな。あ、やったやった。これ、適宜取らなきゃいけないんだろうな、このスフィア。いや、アメーバ大丈夫かな？死にそうだぞ、これ。これなんかケアルとかないのか、この物語は。ホイミと、ホイミでもか。博士取ってまいりました。DNA です。生物の DNA を持っているな。では右の装置に生物の DNA と装置で作った人工 DNA も掛け合わせると。そういうことですな、博士。これと、これ。想像。次なんだろうな、アメーバの次ってなんだろうな。魚かな、やっぱり。オタマジャクシ、ピカイア、なんだそれ。でもまあ魚だろ。第二の生命の創造にも成功しました。博士に伝えに行きましょう。博士、魚ができました。これで魚食えますね。また成功だ。すごいすごいぞ。よし、この調子でどんどん生物を創造してくれ。博士何食ってんだろうな、マジで。今の今まで何食ってんだこの人。装置は自由に使ってくれて大丈夫だ。私は新たな生物について調査を進めてみる。わからないことがあれば私に話しかけてみてくれと。
どんどんつく、なんだこれ、どんどんいろいろ作れるってことか。アイテム作るのと装置レベルアップ。アイテム何作る、あ、やった、作れんじゃん。これでとりあえずは、あといろいろなんか作るか。魚もまだたくさん作れるよな。魚作っとこう。魚作るのとアメーバも作っとくか。たくさん増やした方がいいよな、きっと。アメーバも作ります。よし、あ、どんどんできる。スキップできるんだ。生命創造のシーン、タップで。まあこれが最後だろう、このアメーバ誕生の。アメーバが誕生しました。もうこの画面は見ることないでしょう。よし、たくさんできた。あとは似たような作業を多分繰り返していくんだろうと思う。お、ちょっと低い。あ、回復しないのかな、これ。HP。これ HP なくなったらどうなんだろう。アメーバ DNA。え？あ、召されるこれ。あ、召された。あー、生物が消えてしまいました。どこへ行ったのでしょうか。あー、悲しいな、ちょっと。あー、でもアメーバいるな。え、これってさ、発展させるためにはでも殺さなきゃいけねえな。仕方のないことか、でも。まあ、仕方ねえか。もらっとくか。ありがとう、アメーバ。お前のことは忘れないよ。さようなら。天国へとアメーバは旅立っていきました。よし、この調子で。おっと、足、想像よりこの足でかいな。お、たくさん、たくさんいるじゃん。魚も飛んでる。この世界ではいろんなものが飛んでいる。そして背景がすごい綺麗。魚も同様。さようなら。また新しい人生を楽しんでくれ。また生物が消えてしまいました。これが死というものなんでしょうか。少しずつ学んでいる。我も成長しているということ。なんだこれ。どういうオブジェクトだ。かなり劣化が進んでいますが、これは何かの構造物のようです。しかし誰かが何のために設置したのでしょうか。誰が設置したか。これいいな、なんか待ち合わせスポットに。あのゼロのオブジェクトのところ集合ね。ゼロに見えるからなんか反射してうまいこと。博士に相談なくて、ああ、遠く行けないってことか。へえ。あ、忘れてた。これで戻れるのよ、ムーブ。いや、戻りたいわけじゃねえな。あれか。そういえば、あの、星の火を作った、おお、綺麗な木。変な木ですな、これ。木が奇妙な形に曲がってますね。何が原因でこのようになってしまったんでしょうか。なんだろうな。それは我はまだ知る由はない。装置に火を使いますと。スターファイヤー、引田天功だな。引田天功ってまだいんのかな。引田天功だったか、引田天功だったか、まあいいか。スターファイヤーとか言ってなかった、あの人。もう知らねえな。もう知らねえか、引田さんなんて。よし、なんだこれ。石の板に何か文字が刻んでありますが、判読できませんね。この石の板には何の意味があるでしょうか。お墓とかかな、まさか。でもさすがにこんな沼地に墓は作らんよな。いや、可能性はなくはないか。でも周りの木の板よりも新しいもんですが、作りは原始的ですね。作りが原始的？技術の体感もしくはそのような状況だったと推測できます。核じゃないか、やっぱり核の炎に包まれたんじゃないか。はいけないか。可能性がすごい高い。博士に聞いてみよう。博士、なんか外すごい、痛たたた、足の関節が痛くてな。それで質問は何かな。やばい、なんか急に業務的な内容になってしまった。博士とはそんな話がしたいんじゃない。
博士はちゃんと心と心で話をさせてくれ博士。本音で、うん、なるほど、10個の DNA が必要になるのか。しかしその DNA が何なのか。おお、独り言を喋っておった。さて何の質問かな。やばい、博士がもう他人行儀になってきている。博士、違うんだ、心で会話しよう。おっと、何しようかな。こっちが言ってないな。おっと、たくさん見れる。なんだろう、本だな。誰かの日記がありますね。あれから何年経ったのかな。私に子供がいたら孫ができていてもおかしくない年よね。よね。孫がいたらここもとても賑やかになるでしょうね。きっと私はもう先が長くない。自分の体だもの、それぐらいはわかるわ。もしも生まれ変わったなら今度は子供ができるといいな。なんか博士のあれかな、パートナーだった人かな。誰かの日記がありますね。こんな世界になってとても辛いけど、あの人が生きててよかった。私一人だったら生きていく自信なんてないもの。ここには大きな装置とたくさんの書籍がある。何でもワクチン作りのための施設らしい。そのため外気は遮断されているから安全みたい。あの人、ワクチン政策がうまくいかなくて辛そう。最近はあまり話もしなくなってきたからとても心配。あの人に私は、あなたが生きているだけでとても幸せよ、明るく楽しく過ごしましょうと伝えたら、次の日から人が変わったみたいに明るくなったの。なんだか子供みたいよね、ふふふ。うわー、これ博士の連れだろうな。博士の、あ、これじゃない？博士のパートナーだった人、女性が写った写真が置かれてますね。そして2人には子供ができなかったんだ。そして外気がうんぬんって言ってるってことは、やっぱり洪水ではないよな。初めての子育て不妊治療、うー、完全にもうね、な、悲しいな、ちょっとな。植物学や、図鑑などが並んでると。あ、そういう、あ、ウイルス、ワクチン、そういう系じゃない？なんか化学兵器とかさ、核とか、そういう感じじゃないのかな。そんな気しますよな。あ、これぐらいしかないか。博士、寂しかったんだな、きっと。そしてなんかレベルアップあるな、レベルアップある、うん？何かがレベルアップした。そして色変わってんだ、これなんだ。緑色。なるほど、次は緑色をなんか作れるようになるんだな、きっと。あ、これもだ。うわ、足りねえな、この星の火が。星の火をもっと、星の火をもっとちょうだい。どうだ、24個、これでレベルアップできるだろう。レベルアップ、めっじゃ作れるようになってる。なんだこれ、やばすぎる。わ、どうしよう、魚類の DNA、 やったぜ。これでちゃんとした魚が食えるようになるな。そしてタコもできる。これは嬉しい。これで、これでどうすんだろうな。これで何かを作るんだろう。魚と、うわ、これパターン多くない？ 1 個増えるだけで何パターン増えるの、これ。てか、そんなに生物できる？ん？ うわ、失敗した。別の組み合わせ。むず。あ、そういうのもあるんだ。うわー、足りねえじゃん、全然。いや、博士、むずくないかい？ちょっと、少しお腹が空いてきたな。久しぶりにベーコンが食べたい気分だ。うわ、ベーコン作ってやりてえ、博士に。あ、DNA の組み合わせあんじゃん。人工 DNA 同士の組み合わせで生まれる生物はアメーバのみだろう。なるほど。これは重要な情報だな。新しい生物を作る組み合わせは、必ず生物の DNA と人工 DNA を組み合わせてみてくれ。
また同じ生物の DNA 同士を組み合わせると、その生物が生まれてくるようだ。しかし別の生物の DNA を組み合わせても何も生まれてこない。生命とは不思議なものだ。生命リスト。君には生物一覧を確認できる機能を搭載しておいた。あ、これは嬉しい。生息数の確認ができる。メニューにあるブックから、あ、メニューにあるんだ。メニューにあるやつ？メニュー、ブック。あ、埋まってんじゃん。アメーバ。と、ピカイア。あ、なるほど、ここに、すげえ多いな、じゃあ。めちゃめちゃ多くなるじゃん。道は長いぞ。この道は、険しい道ぞ。わ、どうしようかな。博士、どうしたらいいんですか、これ。わあ、業務的な会話しかない。どうしようかな。とりあえず、これ作りたいな、緑色。まあ、緑色っていうか、これあれか。そもそも、もっと生物の可能性あるような。わ、めっちゃあるじゃん。もうちょっと作るか。魚の DNA と軟体のタコ。で、さっき魚にしてダメだったから、魚と、あれさっき魚でダメだったよね。だからアメーバならいける？魚とアメーバ。あれさっきアメーバだっけ？わ、もう全然わかんない。もったいないことした。じゃあ軟体とアメーバ。なんかできるだろ、これきっと。全然できない。じゃあ、軟体と魚。できるでしょ。できた、できた。あぶね。全然できねえと思いきや。なんだ？オムスター。アンモナイト。アンモナイトもできちゃうんだもん。やばくね？博士。これで貝を食えるようになりました。これあれか。ちょっともう一回、魚の DNA と、魚と魚やろう。ちょっと忘れちゃった結果が。魚と魚。うい。来い。お、生まれるじゃん。さっきアメーバだったんだ、やったな。やったぜ。ねえ、なんだ俺。シーラカンスじゃん。現代にもまだいる魚。シーラカンスゲット。やばい。あ、これどうだ、ちょっと見よう。ブック。おぉ、すごい。ん？これなんかアメーバ。アメーバとなんかでまたいけんな、これ。そういうことかな。もう多分このピカイアではもう多分何もできないんだろうなと思うけど。そういうことで合ってるかな。ちょっと貯めるか、スターファイヤー。お、魚浮いてんじゃん。やるぞ。うわ、むずくなってる。むず。青、木、青だから、木、青、木ないか。木、青、木。わ、ねえな。え、これどうやるんだ？ん？これ右のあれが関係してるのかな？右下。緑と黄色、赤と青の組み合わせかな。じゃあ、赤、緑、赤がある。赤、緑、赤、これか。多分合ってる。合ってるわ。さすが。やったぜ。だがな、さよなら、シラカンス。君の命もあと2タップ。いや、あと1タップだ。すまない。無駄にしないぞ、その DNA は。さらばだ。悲しい。だがな、生きてくためにはしょうがない。生きてくためには食わないと。殺さないと生きていけないんだから。人間なんていうものは。私アンドロイドですけど、アンドロイドとて物事をね。おっと、どういうこと。やっぱアンモナイトも浮くんだ。この世界は何でも浮きますか。これだな。ここすげえ簡単だな、このパズルみてえなの。これ解けなくなる時あんのかな。これ失敗したらどうなんだってか。まあいい。さらばだアンドロイド。アンドロイドじゃねえや。アンモナイト。君の命もあと1タップ。言い残すことはないかい、私に。
ないようだ。そりゃ喋らんか。所詮はアンモナイトである。これあれか、走らなくてもいいんだもんな。ムーブ。かっこいいな今の。あれみたいな、ハンターハンターのアカンパニーみたいな。アカンパニーもしくはマグネティックフォース。夏いな。ちょっと背が伸びたんじゃないか。博士の腰が曲がっただけです。ははは、アンドロイドジョークだよ。出ました、アンドロイドジョーク。これがあれだな、世界で初めてできた瞬間だな、アンドロイドジョークというものが。これなんだろう、全部聞かないといけないのかな。全部聞かなきゃいけないくさいな。ピカイアに魚類の、あ、もうさ、こういうの教えてくれるんだ博士。そもそもなんかティップスみたいな感じか。環境に合わせた色が必要とかさ。そうなんだ。じゃあ最初からなんかちゃんと聞いとけば、なんかもっと綺麗に進めるのかもしれないな。まあさすがにな。でもこれ移動はもうだって多分あれだろう、ムーブの機能を多分紹介してくれるんだろう。まあそうだな。いや博士、私全部知っております。もうアンドロイドですから。だって何作る？あれ DNA なきゃダメだっけ。 DNA がなきゃダメです。 DNA はここから作ると。え、何の DNA 作ればいいんだろう。うわむず。とりあえず3種類作っとくか。3種類作っといて、うわ組み合わせが分かんないんだよな。ブックで、じゃアンモナイトと何やる。でも魚が3つってことは、うわ分かんないか。 DNA もその DNA と魚が3個の組み合わせ でなんかできるんだよね。じゃあ、うわまあ一番タコからやっとくか。魚とタコ、あ、できず。じゃあなんだ、魚と魚、また魚か。できるかな。うわできた、魚と魚。なんだシーラカンスの上位、サメ。怖っ、色怖っ、このサメ。博士の方でも進展がないか話を聞きに行ってみましょう。サメ、まあいいか。もうここまで来たらアメーバもやるか。アメーバ、魚どう？なんかできる？できんか。魚もう一回作んないと。じゃあなかなかつらいなこの作業。博士つらいですね、神の仕事というものは。なるほど、10個の DNA が必要になるのか。しかしその DNA が何なのか。おお、独り言を喋っておった。独り言でかいな博士。さっきからもうあれ、おっと、なんだ、新しい場所、森林。沼地から左方面に向かった場所に森林がある。そこからは別の自然エネルギーが。やったぜ、緑のやつじゃないか。じゃあ森林の生態、昆虫か。うわ、アメーバ、アメーバに昆虫だって。ん、昆虫だから、ん、昆虫だよね。アメーバの DNA、 アメーバってどうやって作る。アメーバこれか。うわなんかちょっと難しくなってきたな。アメーバ作っといて、で昆虫のやつ、アメーバと、あ、アメーバもういんのか。もう持ってんなアメーバ。じゃあいいか。んでアイテム作成、あ、そうか、スターファイヤーグリーンは1個持って、もう1個作っとくか。多分2個ずつあると仮定、いや想定して、で左側に行ったら多分あるだろう、きっとな、きっとある。にしてもこの世界綺麗だな、ほんと。浮いてる、わーすーごい、 B 級サメ映画みたい。フライングシャークあるよな。フライングシャーク、トルネードシャークがあるぐらいだからフライングシャークもあるよな。よし、うわむず、ちょっと細かくなってる、ちょっと細かくなってるけど、こんなのはもうお茶の子さいさいですよ。久々にいたな、お茶の子さいさいって。
小学生ぶりぐらいだぞ今、お茶の子さいさいという言葉を発したの。よしサメ、さらばだ。君もアメーバたちと同様、3回 DNA を取ると多分消滅する。どういう機能なのかわからないが、召された。悲しいな、これが死というものか。辛い。ただな、ただこの辛いことをね、少しずつ少しずつ慣れていけば。森林いいじゃん、てか花咲いてんじゃん、てか木もあるじゃん。これは生命とは言わないのかな。なんか遺跡感があるな、いいな、こういうな、こういう感じ。この石柱のようなものは何でしょうか。なぜこのような木、確かになぜこのような木の中に置かれてるんでしょうか。いや違うんじゃないか、これ逆じゃない。ここにあって時代がすごいいって木が生えたんじゃないか、多分そっちの線の方が濃厚だよな。やったやった、あったあった、使用しました。やったぜ。これで緑、緑が昆虫かな、で青が海かな。わ、そしたら多分緑、いや青緑、次木、そしてオレンジ、赤じゃないか、なんとなく多分そんな感じがするな。お、ん、家、家がある。お邪魔します。忘れ去られた小屋、なんかあるかな。あ、ろうそく、人が住んでいた形跡がありますね。ですが相当の年月が過ぎているようです。風化、あ、骸骨ない、ここに。うわあ。そして何この旗みたいな、怖えな、すげえ宗教感があるな。まあ見なかったことにしよう、さよなら。ん？なんだこれ、石。この石はここに住んでいた人間が置いたものでしょうか。あ、ん？これが墓か。私はこのような行動を理解することはできませんと。まだ死という概念は難しいよな。あ、やったあった、推測の通り。よしよしよし、3つあるかな、まさかどんどん増えていく、そういう可能性もあるよな。けど普通はな、下の階層のやつの方がたくさんないと多分困るんだよな。え、何これ、赤ちゃんみたい赤ちゃんみたいですな。人、やっぱそうだな、石像があってそこから成長したんだろうな。女性の顔を模した過去の建造物ですね。人間の信仰と呼ばれる行為の対象だったのでしょうか。アンドロイドの私では信仰を理解することができません。まだな、心というものがないからしょうがないよな。あ、もうまだいけないか、帰ろう。いや、にしてもすげえな、なんか綺麗、綺麗だと感じるこの画面。わ、水もいいじゃん、質感がドットだぞ。ドットだからこそか、ドットだからこそだろうな。うわー、火の感じもいいですな。帰ろう、帰りましょう。博士、すごい世界を見てしまいました。何か困っていることないかい。いつでも話しかけてくれ。ありがとう博士、あの普通の会話がしたいです、心のある会話を。こういうリスト形式じゃなく、提示されてるのかもしれないな、 iPad で。博士に、困ったことはないかい、ほれこの iPad の項目を選んでくれ。悲しい、悲しいな。でもあれだな、ここじゃない、緑ができたからたくさんできるぞ。これ昆虫、甲殻類、深海、やばい、楽しみ。なんだっけ、アメーバと昆虫だっけ、それでできるんだっけ。昆虫とアメーバ、
何できる？まあ、昆虫だからなんだろう、一番小さいやつ？一番小さい昆虫ってなんだろう、なんだこれ、ミジンコミジンコが出来上がった。ん？待ってくれよ、ブック、これでもうアメーバは使わないんだろう。ミジンコと何か、うわー、これはやっぱ道のり長いっすな。道のりが長い。一旦はここまでにし、あ、博士なんかやっぱ腰曲がってんな。腰というかなんか肩かな、猫背ですな。研究のしすぎとちゃいますか。わ、そしてすげえな博士、やっぱ研究者たるもの、ディスプレイは2つ、そしてノートパソコン、いや本体か、デスクトップ型1個にモニターつないで、もう1個ノートパソコンだな、これいいですな、いい状況ですな。多分こんぐらいが多分ねちょうどいい、きっとこんぐらい欲しい自分も。デスクトップのでかいやつ1個あって、そこにモニター2つつけて、まあノートパソコンはまあ持ち歩いてもいけるよみたいな、最高の状態じゃないですか。まあただこっからな、 この後は多分湾曲だな、湾曲ディスプレイが欲しいところですな。そうですね博士、博士が止まった。いいか、一旦はここまでにするか。ちょっとこの世界のスフィアを貯めてから出直してこよう。一旦は